歴史総合教科書別一問一答山川出版社近代から現代へ編第10章現代の課題全17問イギリスのサッチャーアメリカのレーガン日本の中曽根らが行った財政支出削減や規制緩和を進めて小さな政府を実現していこうとする政策の方針を何という新自由主義 2008年9月、アメリカの大手融資銀行の経営破綻から始まり、世界中に広がった経済危機を何というリーマンショック、2009年に政府が巨額の財政赤字を抱えていることが明るみに出て、ユーロ暴落の原因を作った国は、ギリシャ、その2009年に始まったユーロ暴落を何という ユーロ危機2010年から11年にかけて北アフリカや中東諸国で起きた民主化運動をまとめてなんというアラブの春シリアやイラクで活動するようになったイスラーム原理主義の過激派武装勢力はイスラム国 2005年にドイツの首相になり難民受け入れを認めたのは誰メルケル2017年アメリカファーストを掲げメキシコからの不法移民排斥を訴えてアメリカの大統領になったのは誰トランプ LGBT の文化を称えるイベントを何というプライドパレード LGBT の尊厳のシンボルである旗を何というレインボーフラッグ2011年国際連合人権理事会が採択した性的差別に関する決議を何という人権・性的指向・性自認に関する決議1987年9月 国連環境計画会議で採択されたフロン規制の協定は、モントリオール議定書、1992年、国連環境開発会議が開かれた都市は、リオデジャネイロ、1997年に採択された二酸化炭素などの温室効果ガス削減の数値目標などを決めた文書は、 京都議定書2015年に採択されたすべての参加国が温室効果ガス削減のために努力することなどが決められた文書はパリ協定2011年東日本大震災の時に水素爆発を起こした原子力発電所は東京電力福島第一原子力発電所 2018年9月6日、北海道で起こった震度7の地震は、北海道胆振東部地震。お疲れ様でした。受験勉強頑張ってください。チャンネル登録よろしくお願いします。